各駅は、大分県大分市、各北三丁目にある、九州旅客鉄、道久台本線の駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。駅舎はなく、自動券売機と係員の窓口が設置されている。IC カード守護課は、出入場のみ対応し、当駅でチャージや購入はできない。1971年2月10日から、無人駅になった。 昭和50年代終盤まで対面式の2番ホームが存在した。1965年度には乗車人員が193,344人、降車人員が193,455人で手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は2 1万7 8 9人、降車人員は202,017人である。 1>, 1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。駅正面向かい側に、児童公園がある。駅前のバス停からは、別府大学大分キャンパスへのスクールバスが、発着していたが、2017年3月31日を、もって廃止、バス停も廃止された。ありがとうございます。